私たちはアミンチュを応援しています。見たよ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 、かいつぶり。来たよ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 、僕の街。六時四十分だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日琵琶湖の日を伝えて歩く安野おっさん琵琶一あんぎゃ。今年はゴミを拾いながら歩きました。今年の琵琶一あんぎゃは6月30日にゴール達成。番組では歩いてきた順にあんぎゃの様子を紹介していきます。さて今回の放送はここからだもん。トロ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 。青空の下テクテク進んでいきます。向こうに琵琶湖が見えてきたな。そうですよ、ほんまの直線のところに。ああ、綺麗な湾が見えてきた。あれ塩津浜やの？塩津浜やと思います。ああ、ずっと続くまっすぐな道。山の中でもゴミ拾い。よっ、おお、いっちゃわり。ありがとうございます。ここで嬉しい応援が。ありがとうね。やってきたで、坂降りて、うん、暑い中ご苦労さん。ありがとうありがとう。でかからね、安野さん、はい、どうもありがとう。君よく応援に出てきてくれました。すごいね、生き生きホールからいっぱい生き生きとしてくれてありがとうありがとう。生き生きホールから出てきて来られた方、皆さん、手になんかつけられてるんですけど。え、あ、何してんの皆さん。ゲートボールやってるの。ゲートボールにそんな機械いるの。ゲートボールのね、あの成績を。あ、そんなかっこいいことなってんのこれ。みんなゲートボール頑張ってやー。生き生きやでー。無理でよ、女。応援を背に、アンギャ再開。いや、元気やったなぁ、生き生きさん。皆さん、すごい活発な感じですね。ちょっとほんま、余裕があったら参加したけど、やつあるな、ちょっと見えてるわ。頑張ってくださいね。待たせたね。次々に元気をくれる出会いが。またちょっとお土産を。あ、どこ行かはったん？淡路島。あ、淡路島。淡路島名物、玉ねぎにとてを言われるんやけど。ほんまに。
はい、玉ねぎ。あ、やっぱ玉ねぎ。ありがとうございます。ありがとう。これタックルさんです。結婚祝い。タックルはみんなに祝福されてええな。スタッフのことも気にかけてもらえるなんてありがとうございます。ありがとうございます。おにぎりに海苔みたいな感じで仲良くずっと寄り添うようにっていう気持ちやろ。ほら、いつもお二人こう仲良く来てくださってるんで、こうやって見習って。ああ、ありがとう。何真面目なスピーチみたいな。いやいや、いつも二人仲いいなと思いながら。ああ、みんなが幸せをお祈り申してくれてるのよ。のりだけに引いてはるから。ちょっと引いてる。みんななんかしてはるな。すごい。これは何釣ってはんの？何？アユ？あ、ちっちゃいアユ。あ、釣れてるある？ほんま。あ、騒がしてすまへんな。頑張ってください。わしは釣りはせんけど、アユんでいこう。こんにちは。お写真撮る？安野さんビワイチアンギャ、次回に続きます。テクテク買いつぶり、いつぶり、一年ぶり、今年もやってきました。7月1日ビワコの日、県内19カ所に眠る偉人たちの財宝を探す冒険に出かけよう。滋賀トヨペット主催リアル宝探し in 滋賀県。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト。ウェブ、アミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。の作り方。県内最大マルシェ、満月マルシェはどうしてできたか。お話を伺ったのは、自宅の庭で始めたマルシェを県内最大の定期開催のマルシェに育てた茶田さん。場作りというか、もうつながりが大好きで、まあ、僕人が大好きなんですけど、出会いだったりとか、やっぱつながりがまあこうリアルに感じれる場所っていうのをまあ作りたかった。ラオスにいた時にすごいこう市場が盛り上がってて、その町にいる人みんなが市場で集いながらこうすごい賑やかに、なんか活気もあって、なんかここが本当に生活の、ね、キーポイントっていうか、なんか暮らしを盛り上がるなんか柱的な存在に、なんか感じたっていうのが大きかったです。なんか まずは本当にまあ自分がまあその時点でつながってた縁のある人たちと、なんか一緒に一回そういう場所っていうのをなんか集まって、手作り市場やりたいなっていうのが最初の目でした。自分の思いをその友達とかに伝えながら、一度こういうのをやってみたいっていうのを伝えて、でそれにまあ共感してもらえた人と一緒に満月の日にこう合わせてこうマルシェを一回やってみたっていうのが一つですね。自分の庭のって、はい、すごい、もうほんまに自分のこう夢見てるようなのが現実に広がったって感じで、すごいこうみんな楽しく、笑い声も絶えず楽しい時間でした。なんかルールを逆に決めないことで、みんなで考えたり、みんなでこう決めようっていうチームワークが生まれるんで、それを主催者だけが全部こう決めちゃうと、まあ、逆に全部主催者に聞くことにもなるし、なんかこうみんながその誰かに頼るだけのなんか形になっちゃうので、僕はみんな一人一人がそれぞれに責任感というか持って一緒に作り上げるっていう方がいいなと思って始めました。それ
当日もキャンセルは全然できるっていうか大歓迎ぐらいで、あの本当にもう前日行きたいっていう思っててもやっぱ当日何かの気持ちの変化でやっぱちょっと今日はマルシェっていう気分じゃないなっていうのは実は 僕個人があって、でもそれでも行かなあかへんってなっちゃうとなんかちょっとこう違う感じがして、だから僕は本当にその当日にマルシェに行きたいって思った気持ちを優先大事にしたいなと思って、だから当日キャンセル OK にしてるんですけど、全部それは成長だったりとか次の学びになると思ってるので、失敗がそれこそあまりなんかに怖くはなくて、やるっていうことに僕はすごくあの重きを置いてるので、だからとりあえずもうやってみるっていうのが、まあ、自分の性格っていうか。次はこれ。私たちはおいかみまちづくりセンターでの自主教室のおいかみセラバントです。筋力のなあの少ない人でもこのベルトの補助を得て筋力運動をするということです。そうですね、あの下半身から始まって上半身あの全部いたしますね、はい、月4回月曜日と火曜日になるんですけれども、この追い上のまちづくりセンターで行って、約1時間半いつでもお受けしております。窓口開いておりますので、あのまちづくりセンター通してでもあのもしあのお気軽に申し込んでくださればいつでも。やっぱり普段やっぱり右が悪いですからバランスが崩れてたのをあのセラマンでやらせてもらってちょっとバランスが良くなって、はい、やっぱり継続は力なりって、はい、せーの、アミンチロ。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。今日のエンディングはこちら。父がいた、寝ちゃっていいよ、泣いていいよ、お家へ帰ろう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで、ウェブアミンチュで。